信濃国分寺は長野県上田市国部にある天台宗の寺院。本尊は薬師如来。現在三号、陰号はないが、江戸時代には浄瑠璃山新号院国分寺と申した。また、八日堂の別称がある。奈良時代に聖武天皇の御事乗りにより、日本各地に建立された国分寺のうち、信濃国国分寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院ともに、 創建当時の史跡である品の国分寺跡、品の国部アマデラ跡についても解説する。上田盆地の中、千曲川の北岸に位置する。上田市には、品の国の国府が設けられたと見られており、古代品の国の中心地であった、創建寺の国部創始跡、アマデラ跡は並んで建てられており、現在はその中を品の鉄道が通っている。そして、創始跡の北方300メートルの場所に、 現在の国分寺が建っている。当時、天寺が創建された時期は明らかとはなっていない。存続については、発掘調査によって両寺とも平安時代初期まで認められている。しかしながら、原国分寺一への移転の年代は定かでない。次元では、上平8年に平野正門と平貞森の合戦で消防したという。ただし、正門期にも国分寺編での合戦の記録があるが、 詳細は明らかではなく、発掘で明らかとなった、焼けた痕跡も一部に止まっていることから、他国の国分寺同様に、平安時代末期の律令性衰退により、荒廃したと見られている。源氏委員の境内にある石像多宝塔は、鎌倉時代の作とみられることや、自伝では、三重刀の混流を、天宮八年ということから、移転時期を平安時代と見る考えがある。なお、 諸国国分寺の本尊の多くが釈迦如来であるのに対して当時は薬師如来であることについて平安時代中期に寺勢が傾いた際の復興において当時の仏教思想の潮流に従ったものと推測されている。三重塔境内には本堂、堂、主郎、観音堂、大国天堂などが配置されている。本堂は文政12年の発願で天保11年に寄港。 万円元年に竣工した。その大事業の様子は、造営の年月に加えて、品の国分寺肝人町や建物に記された、寄進社名から伺われる。桁行き六剣、張間島、入もや造り、つま入りの御社の周囲に木腰を巡らすを一軒とする。全光寺本堂同様に日差しが付けられているので二階建てに、見えるが、構造的には単層、木腰付きである。金星の道としては、 東信最大で、江戸時代末期の特徴がよく現れており、長野県だからに指定されている。三重塔は高さ20.1メートル。源の頼朝の発言と伝えるほか、塔内には、研究8年の牧書があったと伝わるが、様式から、室町時代中期の混流と推定されている。所層内部は4点中を建て、大号壁を設け、大日如来座像を安置する。建築様式は、 外観は和洋で内部は四点中に囲まれた趣味壇上の天井を鏡天井とする点など一部に全宗様の要素がある。昭和7年から8年に全面解体修理が施された室町時代の様式をよく表すものとして国の重要文化財に指定されている。その他、三重島の西側には鎌倉時代の作とみられる石像多宝塔がある。 1>, 1月7日から8日には、8日、同縁日が開かれる。行事では、泥柳な材で作られた六角柱型の、庶民将来フが反布される。歴史の古い行事で、庶民将来フ反布習俗として、国の無形民俗文化財に選択されているほか、反布される、庶民将来フは、市の有形民俗文化財に指定されている。創始後前景中央に、行動、仮覧広法から望む。 国分寺跡は原国分寺の南方に位置する。地域は東西176.56メートル、南北178.05メートル。近道、近道、中門、等、回廊、相棒の跡が確認され、南大門の位置も推定されている。ガラン配置は、中門、近道、近道を南北一直線に配置し、中門左右から出た回廊が、近道左右に取り付く。 東大寺式である。塔は、回廊外の南東にあった。天寺跡前継中央に、近道、ガラン前方から望む。天寺跡は、掃除跡の西側に位置する。地域は、東西150メートル、南北150メートル。近道、高道、中門、回廊、共蔵、首牢、二房などの跡が確認されている。ガランは、中門、近道、高道、 二房北門を南北一直線に配置され、中門左右から出た回廊が行道左右に取り付く、行道の東西の回廊外に位置する建物跡は東が主廊、西が胸造とみられる。原国文字が所有する文化財、品の国文字資料館が所有する国文字関連文化財の一覧、1980年7月1日に開館。 シナの国分寺の発掘調査で出土した約2000点の資料を中心に、原始時代から平安時代までの考古資料を8つのテーマに分けて展示し、上田の歴史や民族に関する各種教室や講座などを開催している。シナの国分寺資料館、所在地交通アクセス周辺シナの国分寺跡に関するカテゴリー、シナの国分アマデラ跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。